はい、これはですね、グループシーカーのすべてといいまして、1982年から88年、まあ、12月、もう早いもんで2020年もね、もう終わりとなりました。で、まあ、今年の、2020年というのは、今年の、あれはね、2月頃だったかね、あのコロナウイルスというとんでもないものがね、ウイルスがあの国からもたらされまして、まあ、非常に世界中に迷惑してるんですが、まあ、このコロナというものがね、一向にその収まる気配がないと。で、第1波が来て、第2が来て、今恐ろしい話、第3波が来てると。で、そうするともう津波のごとくどん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 押し寄せてきてね。で、それが多分何とか危機を乗り越えられれば、また第4波、第5波というね、もういい加減にしてくれというぐらいの、ものが押し寄せてきていますけども、まあそういう中でね、自粛して、マスクをして、ね、不眠不要の外出というのを抑えてね、なればいいかなと思うんですね。ただそういった大変なすごい時代になってきてはいましたけども、その中でですね、まあ、今はそういう状況下なのかで、それこそ家で動画を見たりとか、家であのネットを通して買い物をしたりとか、そういう方もね、コロナが来る以前と比べたらすごくたくさん増えてきています。ですから今はある意味、今は逆に言えばその動画を通るチャンスだったりとか、インターネットで物を売るチャンスであるかなと思うんですね。で、その時にこのグループシーカーっていうね、まあ、こういったものが、まあ、発売されてはいるんですが、まさにまあこの頃の時代というのは、今でこそまあそういうコロナウイルスのせいで、イベントとかがほとんど中止になっていて、いつ再開されるかもわからないというような状況ではありますけども、こういう昔は、ね、今なんかあんまり信じられないんですけども、今はもう車の話を小学生の間でも全くほとんどしないというぐらいですね。あんまりその車への自動車への関心っていうものがあんまりないんですね。で、それこそまあ2030年、まあ、ライブでも言いました通り、残念ながら、この国は2030年になると強制的にですね、ガソリン車が廃止ということになり、新車でのガソリン車が買えなくなると。で、仮にまだその時に中古でガソリン車が買えたとしても、もう税金がすごい高くなってるとかですね、もうガソリン車を徹底的に追い出してしまえみたいな、もうそういうふうになりかねない国だということが分かったので、まあ、残念ですが2030年という時代にはもうガソリン車は乗れないというふうに思います。で、その中でこのグループシーカーというのが、あった時代というのは、なんていうんですかね、車がすごく熱狂的で、私なんかも幼少的ぐらいですかねの時にはもう生まれてきた環境がもう車がもう絶世紀の時代でしたから、みんな当時はローレルだとかスカイラインとかですね、あとはその日産、トヨタで言ったらスープラとかマーク2とかクラウンとか、ああいった車がもうバンバカバンバカ売れてたんですね。で、それでもうすごい活気に満ちてた時代で、で、後に私が小学校90年代の時に入った時には、91年ぐらいかな、小学校に入った時にはもうあれですね、車の話で持ちきりでしたね。だから今車の話を全く子供がしないっていう、する子供がものすごく少ないっていうのはびっくりするんですよ。まあ YouTube で見るとね、まあそれでも改造動画をやってる子がいたりとか、オピニカのことを紹介してる子が少なからずいるんですが、残念ながらその身近なところで言うと、学校とかで言うとほとんどいないみたいですね。で、それで何て言うのかな、だからこういう価値でこういう時代があったってことも知らない子たちも多いらしいんですが、グループシーカーというのが昔あってね。で、それでまあ前はこのいろんなこの本はシリーズがあってですね、他にもそういうレースカーのことを取り上げた、ものがあったんで、基本的には全般的ですね、グループ C とか F1 とかラリーカーとかレースカーとか、そういったもの全般的な、いくつかグループに分けられたんですけども、まあ、それを全般取り扱ってたんですね。で、ところがこのグループシーカーっていうのが、別で、個別で出されましてですね。で、これが今年の12月ぐらいに出てきました。で、これは1982年から88年のすべて、ということなので、まあ、これがボリューム1と、なっているということは、まあ、2とか、
3は出てくるのか分かんないけど、2が出てくるってことですね。ですからこういうシリーズの本が出てくると、次の一月になると足すと新しい本がまた出てくるかと思うんですね。でこういった本っていうのはある意味図鑑ですから、一度売れてしまえばもう同じものを再発行して作るかっていうと、その確率が非常に少ないんですね。ですからこういった本というのは新品の状態だと買いやすいんですが、絶版になった途端にぐっと値段が跳ね上がってね、貴重な本になって高くなる可能性があるので、まあこういったものは車が好きな方がいらっしゃれば即買った方がいいかなと思います。で値段の方もやっぱり1000円ちょっとぐらいですかね、1000円ちょっとぐらいで買えるんで、税込みが入ってもね。ですから非常にお安いかなと。まあもちろん中古で買えばもっと安くはなるんでしょうが、ただこういった本が中古として流れ出てくるかといったら、なかなかそれは難しいですね。だいたいみんな車が好きな人が買うから、そういう人がじゃあ中古本として手放すかっていうと、そういったことはなかなかないんですよね。ですからまあ新品で狙うというしか方法はないと思うんです。で、まあ、中古で方法が全くないというわけではないと思うんです。それこそいろんな本屋を探しまくっていれば、ブックオフとかね、ああいったところであっちこっち探していれば、中古のこういう 本は出てくる可能性もあるんですけども、ただそういったものって中古本で下がって出てくるってことはなかなかないので、まあ基本的に新品買った方が買いやすいかなと。ただこれも人気があるから、結局的に好きな人にとってみればこれは人気があるやつですから、まあなかなか置いてあるところと置いてないところがあったり、置いててももう売り切れちゃったとかね、そういうこともあるんで、お早めに買った方がいいかなというふうに思います。で、82年からこれ88年ですから、ちょうど私がですね85年あたりに生まれたんですよね。ですからちょうど88年、というと4歳ぐらいですね。まだ保育園児ぐらいの時でしたけども、もう当時の大人たちはすごかったですね。当時の兄ちゃん姉ちゃんとかさ、もうおじさんとかおばさんとかみんな好きになって車の話ばっかりしてるんですよ。でそれで、もうあの車が特に男の人なんかはね、もう車にとってみればもう強いから、だからそれでもう男の人たちがガイガイ車の話がどうだこうだって話してて、でそういったものを大人たちが話してるとやっぱ子供って影響を受けるんですね。でそうすると大人がそういう話をしてるもんだから、まあ当時小学生とか保育園児とか中学生の子にとってみればもうね、そういう車っていうのを興味を持ち出してきて、でそれで F1 カーのね、アイルトンセナがどうだこうだとかね、鈴木アグリさんがどうだこうだとかって話になるわけですよ。でそれでもう車がすごい好きだったわけですね。で私もそういう大人たちの影響を受けて、まあすっかり車にはまってしまったっていうの、あと私が生まれたところが非常に運が良かったですね。自動車団地がたくさんあるところだったんですよ。なんていうんですかね、その千葉の本拠地があって、今はそのなんていうんですかね、 今でもまあそうなんですけど、自動車メーカーの本社っていうのがね、千葉である自動車メーカーの本社、要するにトヨタとか日産とか三菱とかでしょ、ああいったところの本拠があったんですよ。でそこに昔住宅がありまして、そこのところに住んでたもんですから、もうすごいね、もう生まれながらにして、もう3歳、生まれながらにしても周りが車のディーラーばっかりだったですから、ですからもうそこをこうね、ちょこちょこ別に車を買うわけでもないんだけど、見に行ったりとかしててですね。で、そんで3歳の時、親父がくっついてたつってぐらいですから、でちょこちょこ行っちゃうね、そういう車ばっかり見てましたよ。だから、おそらくは当時はおそらくはね、そこら辺の自動車ディーラーで勤めてる兄ちゃんとかおじさんとかにもバレてると思うんで、何なんだあの子供はみたいな感じで、来て、ずーっと車走ってるの見てるから、有名だったらしいんですね。で、それで、そうすると中にはなんかお菓子くれたりとかですね、あ、偉いねとかなんとかってこう言ってくれる人がいたらしいんですよ。ただ、そういうふうな、ものだったらしくてですね、だから私にとってみれば車っていうのはもう生まれながらにして、もう言ってみれば車に囲まれた生活でしたね。もう周りが自動車ディーラーだらけだったから、でそうするともう、だから珍しいところで言うとサーブとかボルボなんてのがありましたよ。だからサーブとかボルボの本社があってね、でそういうところにも行ってね、それこそまあカタログなんかもね、
もらったりなんかしたぐらいですから。昔はカタログはね、ただでもらえたんですよ。今カタログってただじゃもらえないんですよね。昔はね、カタログはね、くださいって言うとただでくれたんですよ。ところが今はね、カタログくださいなんて言うとね、条件をつく、本当にその車ある意味その、なんていうの、もう買う、この車を買うっていうふうに、もうまるっきり完全に決めた人じゃないともらえないんですね。ですからもうそういうふうな厳しい時代になっちゃいましたから、あれなんですけども、まあ昔はね、これだっていう車に、1台だけに絞らずに、何台もこう選べたいんだっていう人に対しては無料でね、くれたりなんかした。ところが今の時代は、もうこれ1台だっていうふうに決めたお客様にだけ、カタログを差し上げますっていう感じだった。だからそういう時代になっちゃったんですね。だからなんともそういう点では寂しい時代だなと思うんですが、こういうふうにグループシーカーがあった時にはこういうレースが盛んで、で、当時こういう車がね、活躍してるのを見て、そういう意味で、あ、こういう車かっこいいななんて思ってましてですね。例えばここにはザウバーとかですね、あとは日産のマーチ 85C とか、これはスカイラインをベースにしたね、レーシングカーで、これもトミカとこう書いてあってですね、でトミカがスポンサーで、それこそついてて、でレース活動なんかもやっていた時代です。でレースをやると確かね1億円以上かかるのかな、お金が。とにかくすんごい高い、すんごい大金がかかるんですよ、レースすると。ですからそれをそれでかけて、もう1億円以上金かけてあるもんですから、もう優勝しなきゃみたいな感じでね、もう熱狂的になるわけですよ。でそこで優勝したりすればまたさらに大金が入ってくるから、でそうするとその大金をもとにマシンの性能を上げたりとかですね、より良い部品を作ったりとかできるから、もうみんな熱狂的にやってたんですね。ですからそういった、まさに黄金時代でしたよ。もう70年代とか80年代、90年代っていうのはね。だから今の70年代から、90年代あたりに生まれた人っていうのは非常に恵まれている人たちが多かったですね。なんていうんですか、その時はもう自動車というものがどん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 人気があってバカバカ売れてたんですよ。だからもうものすごい稼いでた時代だったから、自動車メーカーが。だからもうそれだけやっぱり車好きの人もものすごく多くいたんですね。ところが今はほら人口がだんだん減ってるって言うと、今若者がすごい貴重な存在になってるじゃないですか。だから自分たちの世代ですらも貴重な世代なんですよ。ですからまあ下は平成生まれとかですね、これからは令和の時代に生まれてくる若者というのも未来になって出てくると思うんですが、まあそういう人たちになればますます人数が少なくなっちゃうかなと思うんですよ。でそういった中で車好きな人がいますかっていうと、いないわけではないんだけど、車に興味を持ってる人自体がすごく少ないという、こういう悲しい時代になっちゃってるんですね。ですから考えられないですよ、私はこういうグループシーカーの時代とかあたりに生まれてきてるからさ、なんか車の話を全く今の子供たちしねえなみたいな。それこそ20年ぐらい前、つい20年ぐらい前はね、みんな車の話になると持ち切りで話してたのに、今はそんな車の話なんて一切ほとんどしないっていう、なんかすごく考えられないんだけど、今はまあそういう話らしいんですよ。ですからもう車の車種の名前言ってもね、それこそもう車のブーって通るじゃない、街中に。そうするともうこの車見ただけで、ブルーバードだとかさ、エルグランドとかさ、アルファードだとかってこうやってすぐ分かるわけよ。ところがね、今の子供たちはそういう車見たら何の車かさっぱり分からないみたいな、もう信じられないんだけど、そういうふうにもう車の形見ても答えられない子も多いみたいです。ですからもうむしろ今の子たちは車に対する感覚ってのはみんな同じものだと思ってるみたいで、だから別になんていうのかね、こういう感覚は分かんない。だから俺びっくりしたんですけど、軽自動車とコンパクトカーの違いが分かんねえって人もいたんですからね。マーチとかあるじゃないですか、ビッツだとか。で、ああいった車が軽自動車だと思ってる人がいたって言うんですね。考えられないですよね。そこは多いっていうツッコミがあるんですけど、マーチだとかビッツをですね、軽自動車だと思ってる人がいるぐらいですから。ですからもう軽自動車と普通車の区別すらついてないっていう、そういう人たちもびっくりするんですけど、そういう人たちも多いんですね。ですから、こう、なかなかですね、そういうぐらいなんで、ある意味寂しいなったらという時代でもあるんですが、まあ、この時代は車がすごく盛んだった。で、なんでこういう本を出し始めてきたかって言うと、おそらくはですね、まあ、今の車に対して魅力がないんですよ。今の車好きからしとれば。あるいは特にこの時代の生まれてない世代ですね。
中学生とか高校生とか、まあ、大学生あたりでももうこの時代には生まれてないわけじゃない。それはそうすると生まれてない人もいるわけですよ。そうすると生まれてはないんだけど、でもなんかこう昔の今の車ってみんな丸っこい形してるから、昔みたいにそのボディがこう四角い箱みたいな形してるやつがあったから、そういったものにやっぱかっこよさ魅力っていうのを感じてるようで、ですから今のその丸っぽい形のばっかり車つまんないというようになってる。確かにまあそうですよね、丸っこい形の車ってのはね、なんかあんまりかっこいいとも言えないし、じゃあ可愛らしいかっていうと確かに可愛らしい車あるんだけど、可愛らしい車ばっかりで逆にかっこよさある車がすごく少ないみたいな、そういう感じでね、なかなかその車を楽しむっていう時代にはなりにくい時代になっちゃってますよね。でそういう点でも昔の車っていうのはカクカクしてましたし、ね、エンジンの馬力も高い馬力をもっと詰めてたしです、ね、あの高い馬力なんかもあったし、まあ昔の今の馬力と比べたら性能は多少昔のことですからちょっと劣ることはあるんですが、まあそれでも当時としては280馬力というなんかそういう制限がありましたけども、でもそれでもすごい速く走ったりとかで、ね、してまして、で例えば昔はスターレットとかああいうちっちゃいコンパクトカーでそれがターボっていうのがついてまして、それこそ軽自動車にもターボがついてたくらいですから、もうそれだけ走りに熱狂的だったりですとかねしてましたから、だから今そんな時代のじゃないんだなっていうのはなんか物寂しいですけどね。でなかなかこの時代の車あたりっていうのは非常に良かったなというのを思っています。ですから、まあ、今の子たちはこういう自分では体験したこともない時代の車だけど、だけどそれを変えて、まあ、古臭いっていうふうには感じてないんですね。むしろ魅力的に感じていて、この時代の車に新車同時に立ったらよかったのになっていう、羨ましいなっていう、そういうふうに逆に思ってるみたいなんでね、今の小学生とか中学生あたりだと。だそうするとまあこういう時代の、車というのをに魅力を持ってるみたいだから、まあ、ぜひこういう本を買ってみてくださいっていう感じですね。まあさすがに乗ってみてくださいってわけだね、どっかの大臣みたいにさすがに乗ってみてください言われてもね、もう乗れねえよみたいなツッコミがありますから。ですけどもまあこういうふうに本を見てとかミニカーで触ってみて触れて乗ってみ走らせてみるっていうことはできると思うんで、まあ、あるいはこういう時間だったら本を見て楽しむっていうこともできると思うから、まあ、そういう点では非常にいいんじゃないかなと思います。だからまあこういうふうな車の本というのは非常に、だからこそそういう人たちに向けてこういう昔の車の特集というものをあえてこの会社は作ってですね、で出版してるんじゃないかなと思うんですよ。だから今の中学生とか小学生はこの時代の車を正直言って知らないけども、ならまあ十分その子たちが見ても全然古臭さを感じず、むしろかっこよさというものを十分に引き立たせている、そういったものを楽しむことができるんじゃないかなというふうに思います。だからこれまたシリーズでね、別で買ってこようかなと思いますけど、出たらね。だからなかなかこれはぜひ一つ買ってみた方がいいんじゃないかなと思います。でこういうものはすぐ買わないと時期に値段が上がっちゃってですね、ああ買えなくなっちゃったんだということになりますから、ですから新品で売ってるうちにもう買ってると、あるいは中古で買えたら一番ラッキーですけどね。だからそういうふうな、何としてもそういうふうな状況を持って買った方がいいし、これは結局、まあ、たとえ本がちょっとね、正直言って何回も使ってたらボロボロになっちゃうかもしれないけど、まあそれでもですね、価値としては十分ありますから、ですからまあこういったものはですね、まあ、できるだけボロボロにしない方がいいんですけども、きれいに取っておいた方がより価値は高いと思いますしね。ですからこういったものをぜひね、体験していただければ、いいかなというふうな感じです。下手くそな説明でございますけどね、どうもありがとうございました。